あ、ここですか。へえー、すげえ。はい、どうぞ。ただ、ウーロン茶を飲んで。ありがとうございます。どうも、バロンダーマスです。本日は視聴者コメントやってみたシリーズでございます。皆さんどうもよろしくお願いいたします。本日はですね、あの仕事の合間ではあるんですが、夜なんですが、あの視聴者さんご自身にね、あのご紹介していただこうというそういうプランでしてね、どうやら吹田市にあるようでございます。あとでご本人ね、あのいろいろ解説していただくんですけど、今から行ってみたいと思います。どうもこんばんは。あ、どうもこんばんは、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。ヒデさんですね。はい、いつもね、能勢方面でお世話になってるヒデさんが、はいはい、今回はですね、あの視聴者コメントやってみたシリーズでぜひともお願いした、あの おいしいお店、はい、スイタ編でご紹介して、はい、ご実家がスイタなんですね。そうですね、はい、じゃあ詳しいかなと思って、はい、僕の今日のおすすめはですね、はいはい、焼き鳥屋さんで、焼き鳥、はい、その名も焼き鳥屋さん、焼き鳥っていう名前の、あ、焼き、あ、名前、あ、はい、おすすめですね。あちら向こうにあるんですけど、もう近いんですよね、はい。で、特徴がですね、はい、淡路島の地鶏を使った、はい、新鮮な焼き鳥で、はいはい、まあ、いろんな、まあ、焼き鳥もそうだし、はい、玉ねぎとかもあるし、はい、あの丁寧にこう作られた料理の一品一品が、ね、楽しめるという、はい、もうヒデさんがめちゃくちゃおすすめ。おー、ここを超える焼き鳥屋さんってちょっとないですね。おー、すげえ、はい、特にお肉とかね、あの、はい、鳥とかめちゃくちゃ詳しいじゃないですか、はい、でもその人が間違いないというお店なんですね。そうですね、楽しみやな。そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあそれ早速行ってみましょうか。はい、お願いします。こちらの方に、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。あ、ここですか。へえー、すげえ。あ、ほんま焼き鳥なんやな。俺ちょっとこっちの方は、い、じゃあ入りましょうか。お願いします。深夜12時までさすが飲める店やな。あの、ヒデさん、あ、いや、ヒデさんのおすすめのやつ全部頼んでください。いや、あ、はい、知ってるからっていうことで。そりゃそうですよ、そのために来たんですからね。お願いします。結構何社か大手行ったんですよ、一緒に。で、ゲーム、うちが胸、胸、ささみ、ささみうまそう、桃、バッチリじゃないですか。でこの辺のスパイス的な調味料、うん、これ、柚子胡椒、柚子胡椒かな。で、梅肉、梅肉、青じそ、梅肉、わさび、生姜、ニンニク、これは、これがこれとかじゃなしに、もう好きにやってみたいな感じです。聞くんや、そっち。はい、じゃあいただきます。ああ、これをつけて食べたいですね。これと、これですね、この。これも全部いい。醤油、塩、多分、はい、あ、ちゃんちゃん、はい、ね、油、塩、だし、醤油。これどれがおすすめですか。これは塩つけてごま油とか、まあ、あとはこの辺はもう好みですよね。塩つけてごま油、うん、あ、おいしい、おいしい、うめえです。どうぞ。なかなかこんな鮮度のいいのを出してくれるとこないですね、うん、うまい。お兄さんも淡路島出身。あ、そうなんですね。で、うん、でよう知ってはるね、淡路島のことをね。あ、ほんであの僕会ったことないけど、はい、一応 Facebook 友達には入ってるけど、はい、なんかね、淡路島で外車を使っている社長がおって、はい、ポルシェカップ出てて、はい、ポルシェの本社から表彰されるぐらい、おー、すごい。だからもう、うん、なんかしょっちゅう優勝とかこうトップ陣営の人と彼はなんか知り合いみたいな、いろいろしたんですね。なんか特にポルシェに関してはもうよう知ってる人、骨が右に出るやつがいないです。あの、これ塩で、はい、ごま油いいですね。召し上がる。いかがでしょうか。生のお刺身のチキンです。さすが最高ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。覚えられうまそう。覚えられへん、そっちか。何がどれか、名前と 顔、ね、顔が一致せへんみたいな、うん。あるあるや。うわ、美味しそう。淡路島って言えば玉ねぎなんやな。いただきます。あ、ありがとうございます。いや、けどもうそろそろお皿がいっぱいなんで召し上がってください。うわ、めちゃうまそう。チーズっていうのがいいですね。つくねとチーズね。合うな。いただきます。桃炭火焼き、これこそザ・ポリですね。一番最初に頼んだよね、一番最後ここに出てくるってね。いただきます。さあ最後締め、親子丼だそうです。うまそう。やっぱね、焼き鳥屋さんの親子丼っていいですよね、締めに。いただきます。はい、ヒデさん、ご飯どうでしたか？いや、もう僕はいつも通り美味しかったんですけれども、はい、もう買って知ったるお店で、はい、もう美味しいのはもう知ってたんですけど、はい、それよりも何よりも今日初めて食べていただいた、はいはい、ザーマスさんはどうですか？はい、実はここを取りましょうか。あ、ちょっと待って、いや、めちゃうまかったですよ。どれが一番やっぱ鳥がジューシーっていうんですかね。本物の鳥やから、どれでいっても炭火やし、あの肉汁がいいし、味付け面白いし、いろいろ自分でも変えれるじゃないですか。あのヒデさんが教えてくれたみたいに、塩と例えばごま油みたいなで、あのかぶせていけるじゃないですか。お刺身のやつ ね、そう、やっぱ新鮮なだけじゃなくてうまいし、そう、ここチキンのお刺身食べれる焼き鳥屋さんって、はいはい、なかなかまして美味しいとこはね、美味しいとこ、うん、それは間違いなかったですよ ね、臭みもなかったでしょ。あ、全然ないでしょ。一切臭み感じない。いや、もうお刺身感覚で、あと2人ぐらい食べたかったですよね。まあ同じの食べてもあれやからってやつなんですけども、ね、まあ、お勧めいただいたりね。そうね。今日食べなかったけれども、はい、例えばパスタ系も充実してるんで、ね、はい、はい。出汁から取ってあるのかな、はい。カルボナーラとか、はい、はい。あの、イタリアンの店じゃないのに、うん、はい、イタリアンっぽいのも、はい。楽しめるんで。ああ、そうですか。はい、いや、それはいうことでね。じゃ最後、ヒデさんに紹介してもらいましょう。お店の名前何ですか？はい。こちらです。はい、じゃあ、あの、言ってもらっていいですか？焼き鳥屋さんで、焼き鳥。まんまですね。焼き鳥ね。焼き鳥ですね。はい。はい、淡路島の、はい、地鶏を使った。じゃあ、皆さん、焼き鳥ぜひともね、来てください。それでは失礼します。バーイ！ザーマスチャンネル。はい、ありがとうございます。ちなみに今日は、はい、あの某茨城市の端っこにある焼肉店に行ったんですよね、最初ね。最初ね、うん、はい、で台風あるし雨降ってるし行けるやろ。そうしたら今日に限ってまだもう超前バリバリ人って、いや、もう今日無理ですよ、予約ないと無理ですわ言われてね。でシャーで急遽、じゃあヒデさんどっかないんすかって言ったら、はい、ここ教えてくださって、そうすぐいいとこ見せれるのがすごいですね。ね、何軒かまだある言ってましたよね。何軒かまだもう紹介したい店もいっぱいありますよ。ね、はい、今回はそのご実家近くのね、吹田市にお邪魔いたしました。はい、はい、じゃあ帰りましょうか。はい。